カフェオリンポスは日本の競争は主な価値案に第6回ジャパンダートダービー。その他、トッパーズステークスなど中央競馬のオープン競争で4勝を挙げた。2003年8月16日に新潟競馬のダート戦200メートルの新馬戦でデビュー。デビュー戦は2着に終わったが、同開催の同条件の未勝利戦で初勝利を挙げる。 年末の中山のダート戦で2勝目を挙げる。2004年の初戦は、デビュー以来初の芝競争のクロッカス・ステークス。2番人気に支持されたものの勝ち馬、シーキング・ザ・ダイヤから離れた7着に終わる。ダート路線に戻し、次戦に選択したヒアシンス・ステークスでは出走場中最速の上がりで、解勝。重賞初挑戦となったユニコーン・ステークスでは、 ダートの実績があることから一番人気に支持されたが、前走で破ったトップオブワールドに破れ四着に終わる。次戦には GI、ジャパンダートダービーを選択。中央勢で人気最上位の三番人気に支持された。レースは一番人気のアジュディ・ミツオが逃げる中、高位5から6番手からメンバー最速の上がりを繰り出し最後は三馬審査をつけて解消。初重傷制覇が、 G1 発制覇となった。休養明けで臨んだシワスステークスは、ヒシアトラスの2着。暮れの東京大賞展は、主戦の柴田から岡部幸男に乗り換わりとなった。レースでは、ジャパンダートダービーで下したアジュディミズオーが逃げ切り勝ちを収める中、中段から全く伸びず12着と惨敗。2005年、初戦のネギシステークスから柴田に、た綱が戻り、名将ボーラーの5着同着。 本番フェブラリーステークスは10着と惨敗。その後、マーチステークス5着、サウジアラビアロイヤルカップ13着と勝てない競馬が続いた。続く、大沼ステークスでは4位広文に乗り換わりで臨み、2番手から抜け出し、約1年ぶりの勝利。これが、馬主である西川清の生前最後の勝利となった。このレース以降は、当馬は息子である。 西川孝一の所有となった。半年振りの武蔵野ステークスは、久々の出走で5 9ラムという金量を、背負い11着に終わる。続く、トッパーズステークスは、最速の上がりを記録するも競り負けて2着に敗れた。この後、休養を挟み、5ヶ月ぶりのコーラルステークスは、ここ3戦騎乗していた4位が、他の馬に乗るため、岩田光成が騎乗し、 二番手から抜け出し六勝目。その後、五戦する者の五着が最高位と勝てないレースが続いた。安状を四位に戻したトッパーズステークスは中段から早めに仕掛け、花さで競り勝ち前年の雪辱を果たした。この勝利が最後の勝ち星である。勝った勢いで臨んだ暮れの東京大商店は四番人気に支持された。ブルーコンコルドの四着に敗れたものの、 一番人気のアジュギ・ミツオーには先着した。2007年、平安ステークスでは、ブービーの15着と惨敗したものの、人気を落とした、フェブラリーステークスでは、ブービー人気ながら4着に前線。一戦挟んで迎えた、マイルチャンピオンシップ南部杯では3着と、構想したものの、ムサシステークスは6着。後藤広樹との初コンビで臨んだジャパンカップダートは、 ブービーから10馬審査、1着のバーミリアンからは7.3秒差と大差負けとなった。2008年は客部不安もあって参戦して未勝利。2009年はアルデバランステークスで人気薄で2着に突っ込んだものの3月のマーチステークスを最後に出走していない。2010年1月16日付で登録を抹消。引退後は茨城県の栗山牧場で タネボバとなる。2012年に新平課長の三井市橋本牧場に移った。2016年に死亡。ありがとうございます。